野口武氏は、日本の作詞家、歌人、初等、中等教育教員。1906年、長崎県佐世保市に生まれる。少年期に、家族で、大阪へ移り、西成群玉で第二尋常小学校を卒業した後に独学で、教員免許を取得した。兵庫県の教員採用試験に合格した後、川辺群長美尋常小学校代用教員を振り出しに、 道軍宝塚国民学校、有馬軍三田国民学校訓導を務める。幼少期から、鹿、絵画を趣味とし、特に短歌の分野では、多摩への投稿を通じて、北原白州に支持していた。1942年、神戸新聞社が講演した愛よ医師の鹿募集で三等一席に入賞。有馬軍、生瀬国民学校の教員であった1947年、兵庫県が、 岸田幸男知事の提唱で日本国憲法交付を記念して募集した兵庫県民家で応募作が入選する。1954年、天ヶ崎市に新設された私立七松小学校の校長となり同校の校歌を作詞した。同年8月、この年に市政志向した川西市の鹿市募集で入選する。1964年に 川西市立多田,田小学校校長を定年退職した後、その田学園の英語教諭となり、同学園の生徒化を作詞したのをはじめ、甘崎市教育委員会からの依頼を受けて、市内の小学校の校歌を作詞した。1972年5月3日、急性骨髄性白血病のため、伊丹市の近畿中央病院で逝去。去年67。 代表作の兵庫県民家は制定主体であるはずの県から制定事実を含めて存在を否定されているため遺族は名誉回復を訴えている。2017年代表作兵庫県民家の制定70周年を記念して業績を紹介するイベントが伊丹市立図書館で開催された。ありがとうございます。